陸時代、男の名前で家督を継ぎ、動乱の世に果敢に立ち向かった女城主がいた。その名は井伊直虎。いざ！駿河の大名、今川の支配下にあった井伊家、その当主の一人娘が直虎である。本当はついにその時が来た。亀の城を呼び戻すぞ。亀が戻ってきたところで出家の身じゃ何の関わりもないのじゃが。亀の城様がお戻りでされましたぞ。いい亀の城、ただいま帰参いたしました。大きゅうなったろ鶴。音は久しいの。私には次郎法師様や亀之丞様との間に育んだ幼い頃から絆がございます。実は二人はな、夫婦約束をすることになったのじゃ。そなたの父は太守様に撃たれたとのことじゃ。俺は必ず音羽のもとに帰る。待って。我が戻ってこられたのは音羽のおかげじゃ。本日よりいい肥後守直親と名を改めるよう。はっ。これでいいのお家も安泰でございますよ。しかし戦国の世は直虎の運命を大きく揺さぶり始める。いいを滅ぼす、成敗いたすとここに書いてあるのですよ。いいを守るのは音羽のためだとは思うてはもらえるか。お前は必ずわしと同じ道をたどるぞ。直親を助けに参ります。今川に従い尾張の織田との戦いに向かう。今川の軍勢が大変を期したぞ。いいのため、愛する人との約束を果たすため、女は決断する。唯一の家督を有する者、形こそ女子であれ、あれは次郎。あの方は誰よりもいいを思うておられる。不屈の精神で運命を切り開き、やがて徳川幕府の譜代筆頭にまで上り詰める井伊家を築いた直虎。その波乱万丈の生涯を壮大なスケールで描く。いい直虎、ただいま戻ってまいりました。大河ドラマ女城主直虎、いよいよ1月8日スタート。